セディオスマンはトルコのバスケットボール選手。マケドニアのオフリド出身。NBA のクリーブランドキャバリアーズに所属している。ポジションは SF、SG。1995年にトルコ人の父とボスニア人の母との間にマケドニアのオフリドで生まれる。一家はボスニア・ヘルツェゴビナに移り兄と共に同国のクラブチームに所属していたが2007年に トルコに移りアナドル FSSK のユースチームに入団。2011年のトップチームに昇格後、2部リーグのペルターネオール SK にローン移籍。2013年に復帰し、主力として活躍。カップ戦優勝などを経験した。オスマンは2015年の NBA ドラフトにエントリーし、31位でミネソタティンバーウルブズから指名された後、 クリーブランドキャバリアーズが27位で指名したたヤス・ジョーンズの交渉権とのトレードが成立。2年後の2017年7月11日に、キャバリアーズと3年850万ドルの契約を結んだ。2013年に U-18 のトルコ代表に招集され、ヨーロッパ選手権で優勝。翌2014年には U-20 ヨーロッパ選手権でも優勝。 同年には2014年フィババスケットボールワールドカップでフル代表デビュー。2016年にはリオデジャネイロオリンピック出場をかけた世界最終予選にも出場したがオリンピック出場はならなかった。ありがとうございます。